杉本城は、相模国鎌倉郡、現在の神奈川県鎌倉市、二階堂の杉本寺裏山にあったとされる、日本の城。現在、中腹に杉本寺が立つ、大倉山3階が定石とされる。日本城郭体系では、山に囲まれたこと鎌倉全体を、鎌倉城とする県解に立脚し、その防御性を高めるため朝日七、切霧道市側からの信仰に備えて作られたのが、 東条であると位置づけている。三浦市の当領である三浦義明の長子で杉本氏の祖杉本義宗が三浦半島を出て鎌倉軍杉本の地に今日構えて築城した。道地は三浦氏の勢力下で無通ら道を抑える要衝であった。義宗は若くして亡くなるが、義宗の次男義持が入城し杉本城を守った。その後、 源頼朝が伊豆の昼が小島で挙兵し、自称、樹栄の乱が起きると、三浦一族は、源氏法についたものの、頼朝勢が大場影地下勢と激突した、石橋山の戦いで敗北した後、鎌倉由賀ヶ浜に、平家法の畠山重忠が侵入してきたが、三浦氏は畠山氏と隕石関係にあるため、 すぐさま合戦にはならなかったが、畑山勢の三浦勢攻撃と誤解した吉持は、杉本城内から畑山勢に攻めかかり、合戦に及ぶなど、杉本城は自称、樹栄の乱における軍事拠点として重要な役割を果たしている。その後、杉本城は、鎌倉時代末期頃、堀切りを呼びため池、爪の場所等が設けられ、絡めては、随戦寺まで達し、 武家の都と,とも言うべき、鎌倉郷内の重要な城郭として存続したが、太平記によると、南北朝時代の剣務4年12月28日、北朝方の柴課長が、朝日七切道氏から攻め入った南朝方の北畑、秋家軍に、杉本城の戦いで敗れ、城兵ことごとく討ち死にし、杉本城は落城の浮き目にあった。その後、杉本城は歴史に登場することなく、 現存する、杉本寺境内に定石としてその痕跡を残すのみとなっている。ありがとうございます。